ファンショーー、ファンショーーは、アメリカ海軍の護衛空母。カサブランカ級航空母艦の16番艦。ファンショーーは、合衆国海事委員会の契約ゲワシントン州、バンクーバーのカイザー造船所で建造され、1943年11月1日に、ジェール・ケンワーシー・ジュニア夫人によって浸水する。1943年12月9日に、 D.P. ジョンソン艦長の指揮下収益する。1944年4月6日、ファンショー米は少々率いる第25空母軍に加わってサンディエゴを出港し、4月20日にマジュロに到着した。ファンショー米はマジュロにおいて10日間に及ぶ対戦活動及び空中紹介活動に就いた後、補給と訓練を行うため、一旦真珠湾に帰島。 5月29日にエニウェト区間賞に向けて出港し、エニウェト区間賞で最終調整を行った後、6月11日にサイパンの戦いに加わるためエニウェト区間賞を出撃した。ファンシ賞米はサイパン島東方30マイルの地点から対戦紹介、空中紹介及び写真偵察の任務を遂行した。6月15日、 ファンショー米は5機の日本機の爆襲を受けたが、この攻撃による被害はなかった。2日後の6月17日には70機もの日本機が押し寄せ、ファンショー米の対空砲火と空中哨戒の戦闘機は四方八方から押し寄せる日本機を多数撃墜したが、1機の爆撃機が感激を塗って、ファンショー米の後部エレベーター付近に爆弾を命中させた。 攻撃により14名が戦死して23名が負傷し、ファンショーベイは火災を発生した。艦尾のいくつかの区画と消火装置が破壊されたが、1時間足らずで必要な処置をすべて済ませることができた。しかし、ファンショーベイが3度傾き、艦尾部分に6フィートの穴が生じたため、防寒症症を駆逐艦に移常させて、戦場を離れ、真珠湾に下がっていった。 修理を終えたファンショーベイは、モロ大島の戦いに向けた訓練のため8月28日にマヌス島に到着。9月10日、ファンショーベイは、新司令官、クリフトン・スプレーグ少将を迎え、第77.4、3人無軍、通称、タフ3機関として、モロ大島近海に向けて出撃した。ファンショーベイはこの戦いでも、対戦紹介と空中援護に協力し、 9月16日には、ハルマヘラ島、ワシレ湾に落下山降下して着水したパイロットに対する援護を行った。パイロットのいる地点は、日本軍の勢力範囲からわずかしか離れておらず、パイロットは、狙撃を避けるためしばしな潜水して、救助を待った。やがて、ファンショーベイキの援護のもとに2隻の魚雷艇が、敵中深く突入して、パイロットを無事救助することができた。 ファンショーベイは10月7日から12日までマヌス島で補給と整備を行った後、10月20日から始まったレーテ島の戦いに参加するため出撃した。ファンショーベイは最初の4日間はサマール島沖にて対戦紹介、空中紹介、上陸部隊の援護などを実施した。10月24日、栗田竹雄中将を率いる日本艦隊が西に、 向かっているとの偵察機の報告があった。翌朝6時45分、ファンショー米の見張りが北西の方角に対空砲火を発見。これと同時に、ファンショー米のレーダーも北西方向に複数の目標を探知していた。西に向かっていたはずの栗田艦隊が、この時、第77.4、3任務軍の目の前に出現しつつあったのである。折り悪く、任務軍の航空機は、 対戦紹介のために出動して、手元にはいなかった。ファンショーウェイのスプレーグ少将は、直ちに、栗田艦隊とは逆の方向に、全速力で逃げるよう命令を出し、同時に第七艦隊、トーマス C 近景度中将に救援を求める緊急電報を発信して、任務軍の全艦艇は煙幕を張りながら、スコールに向かっていった。栗タ艦隊は、良いレーダーを持たぬとはいえ、 次第に護衛空母や駆逐艦、護衛駆逐艦に命中弾及び資金弾を与えつつあった。ファンショウ米は8時55分までに少なくとも2隻の巡洋艦と2隻の駆逐艦から撃たれて10巡洋艦からの20センチ砲弾4発が命中していた。ファンショウ米のみならず第77.43人無軍全体が最悪の危機に陥りつつあった。 仮に米とホワイトプレーンズも激しく被弾し、空母軍の最後尾にいたガンビア米は戦艦と従順洋艦に追いつかれて沈没した。スプレーグ少将は栗田艦隊と最初に接触した時点で、あと5分も敵の大口警報の射撃を受け続ければ、我が艦隊は全滅していただろうと言ったが、任務軍はスコールの助け特畜艦、護衛駆逐艦の必死の反撃により、 接触から二時間近く経っても過労じて健在だった。九時十一分、スプレーグ少々の理解し難いことが起こった。栗田艦隊は別の機動部隊を求めに行くとの名目で戦場を去って行き、二度と第七十七点四三人無軍の目の前には姿を見せなかった。スプレーグ少々は後に戦闘で疲れ切った私の頭脳は、この事実をすぐには理解できなかったと回想している。 やがて戦闘配置は解かれ、ガンビア米を失った第77.4、3人務軍の空母は再び臨境陣を構成したが、反省米は損傷により、臨境陣からは遅れがちだった。しかし、第77.4、3人務軍が安心していたのは、つかの間だった。7時25分に、マバラカット基地を出撃した神風特別攻撃隊、敷島隊、 関幸雄隊員が10時49分に、運上から第77.4、3人無軍に向けて突入してきた。この攻撃で、セントローが沈没し、カリニン米、ホワイトプレーンズ及び、キトカン米が損傷した。四季島隊の、どの機が、どの空母に突入したのかは定かではないが、一つ言えるのは、ファンショベ米は、季島隊に突入されなかったということである。 一連の戦いが評価され、ファンショーベイにはが授けられた。ファンショーベイはマヌス島に下がり、11月1日から7日まで仮修理を行った後、本格的な修理のため、真珠湾を経てサンディエゴに帰島した。修理後、ファンショーベイはハワイ水域での完熟訓練と巡航の後、スプレーグ少将の第26空母軍に、 合流するためウルしい干渉に向かい、3月14日に到着した。3月21日、ファンショー米は沖縄戦の前哨戦に参加するため出撃し、3月25日から沖縄島や周辺島諸に対する事前空襲を繰り返した。4月1日に上陸作戦が行われた後、5月28日まで支援任務を続けた後、サンペドロ湾に下がって補給を行った。 6月9日から27日までは、先島諸島近海で行動し、7月に入ってからは、東、シナ海における、総海作戦に対する航空支援を行った。ファンショー米は、航空機の補給のため、グアムとエニウエトク干渉に寄港した後、アラスカのアダック島に移動。ここを拠点に来た日本各地への占領作戦を、支援した後、9月24日に、 真珠湾に帰投した。ここで沖縄作戦中にスプレーグ少将を助けた EW リッチ少将を降ろし東京湾に移動。マジックカーペット作戦に参加して復員する海兵隊員を西海岸サンディエゴまで輸送した。作戦終了後の1946年8月14日、ファンショー米は退役してタコまで予備官として経由され、 現役に服することなく1959年9月26日にスクラップとして売却された。ファンショーベイは第二次世界大戦の先行での5つの従軍政賞と1個の主君部隊賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。